さあ始まりました。本日も父さんとチーム三日月隊の皆さんでお送りするセブンデイズトゥーダイのお時間がやってまいりました。よー、1969年にアポロ計画で着陸したのは月面ではなく、実はシャクレテルオの顎の部分だったと勘違いしている皆様、どうもこんばんは、テルオです。ということで今回もですねやっていきたいと思うんですが、ちょっともうさすがにいいですよ、これはここまで煽られたことはなかったんで、ちょっと緊急事態ということでですね、ちょっともうさすがにごめんなさい、あのたけし君とあの VC つなぎました。シーズン5の頃から、前期ですね、前シーズンから見ていただいている方はもうご存知だと思うんですけども、まあ、一応たけし君のディスコード、まあ、VC の、 あのそういうつなげるサービスみたいなのがあるんですけど、ディスコードの連絡先は知ってたんですよ、そもそもね。で今期始まった時に最初からつないだら面白くないってことで、出会うまではとりあえずお互い頑張りましょうっていう話にはしておいたんですよね。で出会ってからあのずっとあのつながずに今まで一応やってきたんですけど、もう限界だわということで、あ、プーさんは分かんないんで、そのままあの空気読んでるだけなんですけど、プーさんは、ま、とりあえずねこれであの意思疎通が、まあ、スムーズにいくようになったかなというところでやっていきたいんですけど、もう今回ね敵も本当1枚も2枚も上手だから、まあなんていうんですか、まあ、髪の毛ないけど、あ、ごめんなさい間違えた、あの大人げないけどですね、もう今回ばかりはちょっとね気合とかじゃないですもんね、知識量とかやり口で負けて感じがするんだよな、すごい、それですごい負け、いや、やられたな、してやられてる感がすごいんで、いやこれはね絶対見つけよ、マジで。これでももう皆さんももうそうだと思うんですよ、もうこれね見つけないと多分見てる皆さんもダメだと思うて、ちょっともうね気合い入れるわ、まあ、そもそもこのサーバーのこの今僕らがいるマップってそんなに大きくないんで、まあ、ローラー作戦でまたねたけしの時と同じみたいな感じで、もう時間はかかりますけど、もう片っ端からマップの端からもうずっともうしらみつぶしにローラー作戦すれば多分いつかは見つけれるはずなんですよ。ということで今回はたけしとプーさんと3人でね、今から行くよ、ローラー作戦頑張って探すから行くぞ、みんなね遊んでないで行くよ、ほら、あ、そうね、自転そっかそっか自転車とあれね、ミニバイクしかないんだね、はい、すいません、じゃあ、私先に行かせてもらいますので、じゃあ行こう、よし出発、とりあえず次の町まで先に行って私あの見ときますんで、後からちょっとゆっくりね自転車とミニバイクで来てください。ちょっとバイクやっぱスピード違うから私の方が先に着いちゃうと思うんですよ。ちょ車持っとるんかい、おお、ちょっと待って、車持っとるんかい、ちょ、何ちょっと2人して仲良くなんか乗ってさ、え、どういうことそれ、ねえ、それちょっと、え、たけしの車これ、ちょ、もう、なんでそうやってさ、2人でちょっと、あはっ、運転しないよ。何？あ？見つけた？なんかある？あ、本当だ。ある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 。
え、ちょっと待って、ちょ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 、バイクバイクバイク、いちょ、え、どこ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 、え、うお、絶対そうだ。っていうか、僕らあのマップをさ、右回りで時計回りでさ探索始めたじゃないですか。これ左回りで探索始めたら、あのすげえ近かったっていうオチじゃないこれ。ひょっとして東大元暮らしみたいな。反対回りでスタートしてたらね、あの一瞬で見つけれてたのよ。いやでもまあね、結果見つけたんで、ちょっと時間かかっちゃいましたけど、こっちまで来るのに。あーそう、あーいるねいるね、動物だねあれね。どうしよう、とりあえず、これそうでしょ絶対、この作りね。しかも今回コンクリートじゃないから、いやこれはレイドできないんじゃない。めちゃくちゃ硬そうですよこれ。プレイヤーのパワーじゃ無理です、だけじゃ無理ですねこれ。何時間かかるんだろうこれ、壁穴開けんの。いやとりあえず僕らも物資ないので、そんなにこれちょっと、じゃあでもまずね、確実にやつらの拠点だと思うんですよこの形の作り方はね。いやただ確かめたいのと、なんで一回プレイヤーを確認はしたいですよね。確認したいのと、あとちょっと僕らも僕らでちょっと準備しないといけないんで、まあさすがにね、ここ隅っこ暮らしできなさそうだな。てかこのスチールでしたっけ、鋼鉄、このこれが今あんまないので、ここ隅っこ暮らししようと思ってもコンクリートだったらまあなんとかなるとしても、スチールはね、あ1個飛び出てるわ、あの余分に余分にこんなにこのマス分だけ隅っこふかすことはできないんで、でっかいな、しかも大きさ変わんないからあんまり。ちょっとじゃあちょっとだけ離れちゃった。プーさん怒んない怒んない怒んないでって、プーさん怒んないで、ちょっと落ち着いて落ち着いて。でとりあえずあの一回先にじゃあ確認しますか、やつらかどうか。ちょっと待機しよう、うん、ここ待機してちょっと待ちましょう。大丈夫なのたけし君、え時間、あ今日お兄ちゃん、あ何ちょっと、え何、え落とした中から落とした。チェストの音聞こえました今。ほら、いる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 。え今日はお兄ちゃんがいないから大丈夫、遅くまで。もういいよ。てかプーさんだって、見て、多分プーさん落ちてるでしょこれ、突っ立ってるもん。あほらほら、あショートした、あいる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 、あスーザンじゃない、あれ絶対スーザンでしょ。ほら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 、スーザンだったね。ほら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 、あいた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 、スーザン、おいおいおいおしおし、あー3人、あー切れたな、あー映像切れちゃった、はい、いったね、オッケー来ましたね。とりあえず2人は確認できたけど、まあここの拠点はそうだね、3人いたはずだからあと1人いなかったな。てかさ、プーさんピクリともさっきからずっと動いてないけど、たけしがあの無理しないでね、あの眠かったら寝ていいんだから、あのね、あんまり夜更かしよくないんですけど、これ見ててプーさん見てよ、ほらプーさんこれ絶対寝落ちしてるでしょこれ。さっきからさずっと突っ立ってるもんプーさんだって。たけし上げてみ、うん、あー起きてる。やばいよたけし君、プーさん怒ってるから俺じゃないとか言って、たけしも殴ったよね今ね、プーさんのこと殴ったよね。何作戦があるって、おう何すんの、何をするんだいたけし君、んおうどんな作戦。あそう、あ地雷置いて帰り道に、おーおーおーおおお、たけし君成長したじゃん。あそんで敵が帰ってきたら地雷で吹っ飛ばすみたいな、やるべえだけ。自分で死んどるやないかい。よし、来た。ちょうどその丘を登ったとこだから、そっからは見えてないはずって。おっ、おっ、しゃーしゃー。
たけし、こうやってやるんだぞ。